皆さんこんにちは、証券ママです。今日は新玉ねぎの天ぷらを作ります。天ぷら粉で作るのでとっても簡単にできます。サクサクで新玉ねぎがとっても甘くて美味しいですので、ぜひご覧になって作ってみてください。それでは材料です。新玉ねぎが、これが今日 250g くらいあります。それから天ぷら粉が 50g、 だいたい 50g ってね、ふわっと入れて1/2カップくらいですね。 100ml ぐらいのところまででだいたい 50g あります。はかりがない方はこんな感じで測ってください。それから冷水が 80cc、 これはね、こういった今日はね、ニシンのコツのいらない天ぷら粉って使いますけれどもね、これお餅の天ぷら粉のこの表記がね、後ろに書いてあると思うので、それに従ってお水は調節してください。はい、それから揚げていく時のサラダ油です。材料は今日はとっても簡単です。はい、それではね、まず玉ねぎの皮を剥いていきますね。ちょっとね、この上をこの辺まで切れ目を入れて剥くんですが、今日はですね、この下の方ですね、この根元のとこは切り落とさないでください。そうしないとちょっと後でね、揚げた時バラバラになってしまうので、今日はね、このね、根元の方は切り落としません。でこうやってね、切り落とすとしたらほんの少しですね、この茶色い部分だけ、もうちょっとかな、このぐらいですね。そうするとこれくっついているので、はい、そしたらこれを今日はくし切りにしていきます。そうですね、まず縦半分に切ります。そしてね、これお好みで、そうですね、6等分ぐらいですね、半分を6等分こんな感じで切っていただいて、そしてさらにこれを3等分ですね。はい、ここがくっついているとね、剥がれないので。そしたらこういった爪楊枝ですね、これでね、刺して下まで刺してですね、これで用意しておきます。これで衣をつけていくとき、つけていくとバラバラにならなくていいです。じゃあね、全部やっていきます。はい、こんな感じにね、1個を12等分にねして、そして串を刺しました。そしたらこれにですね、分量外なんですが、同じ天ぷら粉でいいので少しね、粉をはたきます。これ衣とは分量外です。少しね、粉を、天ぷら粉をこうやって、まあ薄力粉でもいいですけど、ついでですので、ちょっと表面にね、粉をこのように、まあ大さじ1ぐらいでしょうかね、とこんな感じで叩くとね、衣が剥がれにくいので。そしたら衣を作っていきます。今日はとっても簡単です。天ぷら粉が 50g ですね、カップ1/2ぐらいです。これに冷水を 80cc 入れます。今日ね、うちのこの天ぷら粉は、1.6 倍でしょうか。そして混ぜます。はい、こんな感じで混ざったら揚げていきます。はい、小さめのね、お鍋の方がいいと思いますので、ここにサラダ油をね、そう、 1.5 から2センチでいいと思います。少量なのでね、やはりね、あまり大きいお鍋だと油がもったいないので、そしたら160度から70度に温めていきます。じゃあね、しばらく油が温まるまで待ちます。はい、それではちょっと見てみます。菜箸をね、油に入れて、こんな小さい泡がプクプク、こんな立ってきた感じ。これで今160度から70度になっています。じゃあね、揚げていきます。先ほどの衣にですね、
今日ね、これ爪楊枝をね、こう持ってあげれるのでとっても楽です。つけてあげていきます。はい、そうですね、少しずつね、あげますね、今日はね。お鍋が小さめなので、で少しね、こう温度がね、最初は下がるので、ここでね、少しね、上げてもいいです。今ね、うち設定できる、これガス台なんですが、160度に設定して、ね、今温度が少し下がったのでね、上げました。そして最初はやはりね、あまりいじるとこれ衣が剥がれてしまうので、固まるまでね、少しこうやっておいておきます。はい、こんな感じに衣がね、固まってきたらひっくり返します。まあ、新玉ねぎはね、生で食べられるものですのでね、そんなに長く揚げなくても大丈夫です。ちょっとね、この爪楊枝の分がね、もう1個ぐらい入りそうなんですが、これがちょっと邪魔になってね、このぐらい、今日4個ぐらいで、これ小さなお鍋なんですけれども、揚げていきます。はい、こんな感じでもう一度ひっくり返しまして、ちょっと裏の方にはね、焦げ目がついてきました。もうね、揚がってると思います。だいたい4分から5分で揚がると思います。まあ、新玉ねぎなのでね、まあ少しぐらい生の感じでも大丈夫ですので、じゃあ揚げていきますね。はい、はい、じゃあね、2回目も同様に揚げていきます。こういったね、カスが出たらこれは取ってくださいね。はい、じゃあ2回目も同様に揚げていきます。はい、それではね、全部揚がったので揚げてしまいます。とってもね、美味しそうです。じゃあね、全部揚がりました。じゃあ後で盛り付けていただきます。はい、こんな感じにね、盛り付けてみました。これで新玉ねぎの天ぷらの出来上がりです。とっても美味しそうにできています。これね、このままね、爪楊枝のままね、いただくんですがね、ぜひね、お子様とか食べる時には気をつけてください。じゃあ後でいただいてみたいと思います。はい、こんな感じで出来上がったので、いただいてみたいと思います。これですね、今日何もお味付けしてないので、これお好きなね、天つゆとかでもいいですし、今日はね、シンプルにお塩でね、今日はちょっと岩塩でね、いただきたいと思います。これね、本当に手でね、こんな感じで持っていただいて、食べていただいてもいいです。これ本当にじゃあね、ちょっと一ついただいてみます。今日はね、こんなちょっと岩塩をね、パラパラパラっとかけていただこうと思います。じゃあね、ここ爪楊枝持って手で失礼します。じゃあいただきます。うん、やはり天ぷら粉ですので、衣はカリカリで、もう新玉ねぎなので本当に中が甘くてね、新玉ねぎが甘くて美味しいです。うん、やはりね、揚げたてをね、ぜひね、いただいてみてください。とっても甘くてみずみずしくて美味しいです。今日はね、特にね、難しいことは何もなくて、簡単にね、市販の天ぷら粉で揚げていますので、ぜひね、天ぷら粉のね、天ぷら粉の裏に書いてある表記通りにね、お水を入れていただいて、粉と合わせていただいてね、そして少し打ち粉を天ぷら粉でいいですのでしていただいて、ただ今日はね、この爪楊枝をね、くし形に、くし切りにして刺してこうやってあげるとばらけないで、食べる時もね、手でね、いただけますので、ぜひこんな風にしてあげてみてください。
新玉ねぎが出始めてきましたので、ぜひね、普通の玉ねぎでももちろん美味しいんですがね、ぜひ新玉ねぎが手に入ったら作ってみてください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。他にも新玉ねぎを使ったレシピの動画もいくつかありますので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。